和田アキ子水原スキャンダルが米でドラマ化に、今、現実にプレイしてる人がいるのに、首かしげる。歌手の和田アキ子74が12日、総合司会を務める TBS、アッコにお任せ。日曜前 11:45 に生出演。ドジャース、大谷翔平投手、29、の元通訳で、大谷の口座から約$1,700万、約$2,625,000,000を盗んだとする、銀行詐欺などの罪で訴追された、水原一平被告、39、のスキャンダルが、テレビドラマ化されることに言及した。制作発表をしたのは、オスカー作品、ララランドなどの米制作会社、ライオンズゲートで、MLB 最大のスキャンダル。信頼と裏切り、富と名声の罠に迫ると企画意図を公表し、シリーズ化も念頭に入れているという。番組でテレビドラマ化についてを取り上げると、和田は、今、現実にプレイしてる人がいるのに、名前とか出せるのかね。元締めって言われてる人の名前とか。とすべて実名で、ドラマ化できるのかどうかと首をかしげ、アメリカって独特だからね。何でも裁判の国だったりするから、と日本との文化の違いもあるとした。その上で、とても失礼だけど、大谷選手と水原一平の話はうちらでも詳しいもんな。うちらでも人に語れるんちゃうと連日のように報道されていることから、多くの人が詳しいのではとし、私なんか、すぐ結末まで喋っちゃうんだけど、なんか喋れるよね。それぐらい、毎日のように報道されてる。それぐらいひどいと、改めて、水原被告の犯行に憤りをあらわにした。